おはようございます。おはようございます。今日の動画ですね。まあ真面目な動画じゃないけど、久々にまた現場でさ、トシ君とイケメンか、はい、イケメンカンタが戸建ての3軒組っていうのを今入っとって、まあ、久々にまた現場動画撮ろうかなと思ってるんですけど、視聴者にも知っとると思うけど、金髪のなんかやつ働いたやん、はい、あいつってさ、まあ、動画にもなった、 俺も1本撮っとるもん、2本ぐらい出てると思うんだけど、まあ、3ヶ月は頑張ってみたいと、どうしても塗り替え道場でやってみたいって言って YouTube から来てさ、案の定1ヶ月だろまあね、そら辺を、まあ、俺も分からんから、会ってないからさ、実際に上司とかに聞いてみようかなと思って、どんな感じか。どこ来んの？いや、この手前の家と奥の家とこっちの家と。あ、これ2軒ヘベルがある。900。うわ、結構あるね。イケメンカンタは？そっち。ちょっと今日はあの2人に質問したいことがあるんで。質問すか？何すか？質問したいことなんですよね。はい。なんすか。いや、大した話だね。それで怖がらんでいい。あ、はい。何聞かれるかな。ちょっと見ていこうかな。じゃあ、仕事もちょっと見ましょうか。視聴者の人、好きだよね。かんちゃん。終わる？先質問させてよ。質問がある。手伝ったのか？はい。手伝ったのか？もう取ってきゃいいやろ。そうっすね。見てて、パッとできんよ。俺だってこんなもん15分で終わる。かかりすぎて。すごいな。大変な。あ、ほんでこっち側も組めるようにしたんか。あ、俺すごいな。あ、これでどっちも触れる。あ、すごい。真ん中にステージが全部バーって。うん、考えた、うん、まあ、別々で組んでもいいし、の微妙なラインだ。階段があるで。この1本手数が1本増えるってことだよな。真ん中の900が1本増えてるじゃん。なかったら別に戸建てじゃん。こっちとこっちだな。はい、1軒1本入れて階段、書庫を入れて、みたいな感じだね。考えたね、これね。はい、ほんでそこ浮かしてんの？なんで一発浮かしてんの？ああ、通れるようにね。ああ。何の質問かかる？はい。何の質問かかる？わかんないです。いいんだね、それで。いい、確かに。はい。いいもん、あれも、わからんもん、もういいんだねって言われても。自分たちが言わなあかん話じゃない。自分が言っちゃってもいい。自分たちから話さなあかんよ、話。言ってもいいんかね。はい。いや、なんもないと思うんですよ、俺。へどこだし。はい。本当に嫌な話だったら直接言ってくるだろう、みたいな。絶対カメラの前で言わんだろう、待って。いいね。なんかそんな話あんのかな。最近人辞めたよね。はい。辞めましたよね。はい。違います？そうですね。まあ俺も知ってんだけど、別に。喋ったから。はい。何の悩みあるんですか、あれ。いじめてんちゃう？いやいや、普通に。田中とお年さんが。どういうことですか？ああ。何の辞めたの？ちょっとあるかもしれないです。ちょっとあるかもしれない。そう。それこそお前本気でいじめるよ。何で辞めたの？僕は聞いてるのは。動画で撮ったよね、あれ。まあ、視聴者の人も知ってると思うけど、あだ名なんだったっけ？サルキーか。サル君。サル君。未経験だよね、あいつ。未経験。未経験で、1ヶ月もらいましょう。1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらいじゃないですか。なんで？とりあえず僕が知ってる限り。いや、いじめてないっす。確実にいじめだよね。いじめてないっす。いじめてないっす。いえいえ、いじめてないっす。なんでやめたんですか、じゃあ。いじめんかったらやめないでしょ。一番は僕は聞いてるのは本人からですよ。うん、連絡受けて、本当に申し訳ない、この度辞めることになりましてって。うん、なんでっていう話聞いてたら、うん、まあ、実際その前に、一週間前ぐらいですか。うん、おじが亡くなったから休ませてほしいっていう。うんうん、で、それがどこってなって、九州までなんか戻って。うん、九州？はい。なんで辞めたんですか、じゃあ。そんなおかしいよね。おかしいよね。やめていくの？いや、会を継ぐって言ってましたよ。
言っとったね。家業を継ぎたいから、うん、やめさせてほしいって。継ぐなら継ぐで、まあまあ、うん、頑張ってくれっていう話で、うん、僕は喋ったのなんか、まあ俺は一つ思うのはさ、その、はい、まあうちはその厳しいからその辺を聞きたいなと思って、トシ君とか、まあ、まあおる人間に聞いてもその言わんか、俺の前じゃ言わんかもしれんけど、その厳しいからやっぱ YouTube から来る子ってみんなやめてくじゃん、ぶっちゃけみんなやめてくんですよ。厳しい仕事がきついのは当たり前じゃないですか。うん、厳しいかな。なんでやめてくんだろうね、 YouTube から来た子ってみんな。根性ないだけじゃないですか。叩かれるぜ、はい、俺。トシ君が全部言ってくれるで助かる。はい、言いたいこと全部言ってくれる。まあ、確かにそうだよね。いやいや、それ、YouTube に限らんじゃないですか、全然。うん、今まで、まあ、ね、うん、まず、足場チームを作りますって言った時に、うん、いたのも、テラと、うん、まあ、あと、二人と僕だったじゃないですか。うんうん、でも結局、残ったのってその時でも、テラと僕だけじゃないですか。うん、で、その、すぐに入ってきたのがリュウジじゃないですか。ああ、そうだね。それ以外、ずっと他人出入り して、うん、結局はその3人 だけで、うん、そこからやっと数年押しで、カンタや翔たちが入ってきてくれて、うん、まあ、なんか変なやつ一緒に来た。変なやつが入って、ちょっと変な先、こちらの先輩が入って、で先輩がなんか後輩連れてきていいですかって2人連れてきたんですね。で、その先輩はすぐ辞めちゃったの。そうなんだ。それめっちゃ変なやつ。そういうことを考えると、うん、この業界自体にずっと、うん、やっぱカンタでもそうだし、うん、リュウジたちでもそうだけど、うん、ずっとそうやっている子っていうのはなかなかいない、ごく珍しい。やっぱ僕らは YouTube 撮ってそれを見てくるじゃないですか、うん、でもその YouTube の中の楽しい感じ、うん、もちろんそれだけじゃないじゃないですか。あ、楽しいだけなんじゃないか、本当に社長とそうですねじゃれ合って、あ、もうピコハンマーでちょっと戦われとるやまあええかみたいな。そうそう、まあ社長ドッキリかけて、そうそう、社長なんかちょんなめでしょみたいな感じで来るんかな。じゃないですかね。だけど俺面接で喋るけどね、あれって。そんなあの画面の中の世界だけじゃねえよって。あ、厳しいぞって。職員の世界は。ナイツ自体はどうだったの？やった。猿。一緒にやってないんでよ。あ、一回一緒にやってないの？現場一緒にやってない。多分一回ぐらいしかないです。その一ヶ月の中で。前一緒にやってるだろ。ちょいちょい。ね、どこで？普通に。戸建てで？はい。なんかよう動いとったけどな、俺が現場行った時は。そうですね。なんか俺には電話かかってきて、一応かかってきたけど、挨拶行きましたけど、もういいよ、この辺って言って。ちょいちょい。ちょいちょい。ちょいちょい。あともしょうがないでしょ、やめるやつ。だったらもっと社員と会いたい。はい。社員と会う時間もねえのに、はい、辞めてくやつに会う時間ないもんね、俺マジで。ちゃ、本当に思ってるもんね。全部断るよ。でも辞めてこって1ヶ月、2ヶ月でしょ。まあまあ、俺もなんか知り合いにもこの間言ったんだけど、ポンポン人が辞めるとか辞めるとか大丈夫って YouTube 見てて、だけど下のその1割2割の子たちが入れ替わりが激しくて、そうです、上ってそのたまにじゃん、はい、でそうだよな、そうそう、だから俺はそういうもんだと思うし、まあ俺も全然ウェルカムだしね、働きたいっていう子は全然来て、で逆に1ヶ月2ヶ月見たいって言って働きに来ないんだよな、はい、ご視聴者とかでもなんかもうがっつり働きたいとかいうよりは1ヶ月2ヶ月体験してみたいみたいな、うん、でやっぱうちはうちのルールみたいなのもあるじゃん、はい、うん、でまあ、うん、その予想はどうだったかも知らんけど、まあうちはうちのいいとこもいい面もあるしね、確かに、はい、悪い面もあるもんで、まあそういうのがいいかもしれないね、1ヶ月だけ働いてみたいとか1週間だけ働いてみたいとかな、そうですね、うん、はい、そんな感じ。まあじゃあうちの会社はそんな何、まあじゃあ他にじゃあ会社のなんか嫌なとこないの、なんでやめてくるんだろうなマジでな。まあそれはマジ気にしん方がいいのか、気にして対策した方がいいのかってどっちなんだろうね。俺はもうある程度任しとんだけど、私も。まあね、俺は。若い子が入ってきて、その、抜けてくすぐに、うんうん。それは対策もクソもないんじゃないですか。その子らが、いや、ついてきて一緒にやりたいかやりたくないかの。まあそうだね。気持ちなんで。レベルが高いところに入って、俺はここではついていけんと思うのか。まあ妊婦出しみたいな足早もおるじゃん。はい、こんな子だと一軒、5人とか4人で来るのもおるからね。いやいや、ありますね。おるでね、1日かけてね。うちで大体3人で組み腹、はい、まあそうだよね、はい、まあ、そういうところでもっときついところあるよね、そうです、3人で組み腹とかも、まあ、今時ないかあるんかな、視聴者に聞きたいね、あるんじゃないですか、あると思いますよ、3軒組み腹とか、はい、2人組み腹はさすがにないか、まあ、今うるさいじゃんトラックも、今だいぶうるさいですね、それやっとったらもういかんもんね、はい、まあ、
おるんかな今でもやってるところ。2人でかけばらぐらいだったらあるじゃないですか。ある。あ、2人かけばらもきついよね。えらいっすよ。募集してんの今人もう全然足りてないか。今めっちゃ忙しいか、うん、そうっすね。募集は知ってる。本当1ヶ月だけとかね、体験できてほしいとかでも、ね、あのね、まあ、それでもちょっと俺が今管理してんだわ、メール。ちょっと、ジムがちょっとね、ちょっといろいろ、まあ動画で出たと思うんだけど、バーって一気にやめたもんね。俺がちょっと、求人は俺のところにメール来て、俺が返信してるから、ちょっと返事が なかった場合っていうか、あの、俺一回メール送り返すんだけど、全部。で、電話か、俺電話つなげてないからさ、はい、こちらかけなあかんけど、もう相手が出んかったら、なんかショートメッセージが来ても、ちょっと連絡忘れちゃったりしとるもんで、もう一回あの、求人かけてください。あの、塗り替え道場のホームページに、求人サイトがあるから、求人マッチングの方はいかんよ、はい、ちょっと宣伝していい？うんって思い出したなと思って、はい、あと外壁塗装と、まあ足場の職人さんがね、まあ職人の求人マッチングもあの、うん、600社か700社超えたって言って、まあやってますんで、で、今月、来月ぐらいに、まあ、あの求人のマッチングもアップデートするんで、そうするとさ、会社からスカウト行こうかなって。で、こいついいな、みたいな。それは面白そうですね、はい。めっちゃ面白そうじゃない？で、うちで働きませんか？給料こんだけ払うんで、とか。だから、ね、半分個人事業主風だよね。はい、なんで、あれですよね。僕ら側から選べるってことですよね。そう。だって、塗り替え道場の社員みんな来るかもしれない。そこら中全国からいくら出すんで来てくれって。それ面白いよね。だって、俺もちゃんとそれを頑張って、社員待遇も良くしていかなかった。で、職人さんの待遇も良くなってくるじゃん。で、いいとこに移れとか、俺、うちこんなことやってんだけど、こういう会社だけど、こういうところで、ね、社員こうやっていっぱいおって、有給とかもいっぱいあるよ、ちゃんとしてるよ、うちの会社来てってスカウトできるみたいな。それだと料金取れるかなと思ってるし。それ、やりやすそうですね。やりやすいよ。絶対やりやすいと思う。会社が人材を欲してるって。お前行きたいかよ、お前。さっきまで喋らなかったのに突然喋り出すんじゃねえよ、お前。そのところで。お前喋らんでいいんだよ、お前。急に喋り出したよ、そこ。めっちゃいいな、連発したな、こいつ。え、絶対良くないですか、それ。あ、ほんと。え、多分やりやすいと思うんです。あ、そう。あ、ほんとこれ面白い機能になるかな。その自分から行く勇気がない人とか、そう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 、でこういう会社だよとか、で人となりが見れるじゃん。でテレビ電話で喋らないですかとかもいけるし、はい、そうすると会社も社員を守らなあかんで、やっぱうちも例えばじゃあ社員が辞めていかないように優遇も良くしていくじゃん。そうですね、で建設業自体全般が活性化で、人が足りてないところ、今うちなんか全然足りてないところ、もう本当に今うちね、ありがたいことでしょっちゅう求人来るから、はい、いいけどさ、まあそうやってなっていくのかなと思うしね。ぜひまたそっちの方もよろしくお願いします。お願いします。あ、チャンネル登録いって、イケメン顔でイケメン顔でいって、ちょっとお前チャンネル登録してないですよ。イケメン顔でいって、はい、あ、はい、あ、こっち2回目ね、2回目チャンネル登録といいねよろしく。なんでお前ちょっと、なんか、よろしく。空気抜いてた。空気抜いてた。もう、見たくない、その、自分の動画。よろしく。くふー、くふー言ってたよ。くふー言ってたよ。真っ赤っかやん、お前。赤い。めちゃめちゃ赤いよ。テンパりすぎて俺に赤い。やばい。で、言っちゃうのも。テンパりすぎて赤い。俺に聞いてるし。ちょっといけめる。赤い。カメラ寝とった今の顔。寝とった。もうテンパってますね。もう求人マッチ見こうかな。Yeah.